ディープサラウンドの運営登場となります。続いて第7試合です。ディープフライ級5分3ラウンドの戦いです。越智晴生対渋谷和樹の一戦。黒いトランクス越智晴生、白黒迷彩のタイツが渋谷和樹です。ラウンド第1ラウンドが始まりました。両者細かいフットワークを見せています。大内選手がフライ級を上げてきたんで、はい、まあ、かなりこれも楽しみな試合だったんで、タックルに行ったのは渋谷。さあ下になった大内は何を見せていくのか。首を持っています。大内選手フロントも、まあ、得意だと思うんで、はい、まあ、そうですね、体勢的にはどうですか。まあ、まだ頭入ってないと思うんですけど、はい、まあ、どうですかね、まあ、ゆっくりこのまま行っちゃうと入る可能性もあるので、まあ、一回とりあえず首抜きたいっていうか、まあ、パスしたいところあります。はい、それをさせじと落ち張るを。首ちょっといい打線入ってますね、はい、結構、まあまあ、さあどうだ渋谷和樹。まあ、今両足立ててるんで、まあ、かなり入りにくい体勢ではあるんですけど、はい、もしかしたら入ってる可能性もあります。戦慄のリトルハンマーの異様を持つ越智晴生、しかしその決めの強さも定評があります。あ、ちょっと苦しいかもしれないですね、はい、どうにかこれを引き剥がしたい渋谷和樹です。でも、まあ、まだ大丈夫、少しスペース余裕というところはありそうですかね、はい。第2代のディープストロー級元王者であります越智晴生です。この首あるいは足、どの手順で渋谷は覗いていけばいいんですかね。まあ、とりあえず、まあ、首一回抜きたいところあるんですけど、はい、そうですね、まあ、そこ置いてると、まあ、何回も首入っちゃうんで、一回首頭起こして、はい、頭上げてというところ、はいはい、そうですね、それで足割ってパスしたいところありますね。この後次に足というところですね、はい、さあまたゴーという渋谷なんですが、パスできるか。まあ、膝立ててベース作ってパスしたいんですけど、まあ、壊れちゃったんで、また、はい、落ちも下になっても常に冷静な表情が変わらないですよね。はい、すごい冷静ですね。まあ、落ち選手としても下から、まあ、そうですね、まあ、さあこれで横から抑える格好になりまして渋谷。落ち選手も何か仕掛けていきたいところありますね、はい。まあ、このままと投げられるだけなんで、とりあえず何か1個仕掛けて、はい。渋谷和樹は今年の2月100回大会で藤田大和とフライ級暫定王者をかけての対戦というビッグチャンスがありましたが、藤田大和に敗れてというところから再び頂点を目指していきます。渋谷選手はもう少し体勢を起こして、まあ、パウンドを打っていきたいところですけど、はい、まあ、なんか狙ってんですかね、なんかずっと密着してるんで、はい、もう少し距離を空けてパンチのスペースを取りたいところですか。そうですね、まあ、強いパンチ、もう少し距離あった方が多分強いパンチ打てると思うんで、はい、距離取りたいところなんですけど、自分だったら、まあ、さあ落ちはここからどのように脱出していくのか。さあ上からパンチを落とそうという渋谷和樹です。そうですね、落ち選手はまあクロスガードに戻すか、まあ、しっかり立ちたいですね、はい、とりあえず5分間ずっと固めれちゃってるんで、この時間が長いというのもなかなか。そうですね、印象良くないですね、はい、残り時間30秒、残り時間30秒。さあ渋谷が、おっと、お、足から狙ってます、足を取ろうという、
裏十字狙ってるんですか、ね、はい、残り時間10秒。さあしかし第1ラウンドは残り時間がわずかです。いるか、ここで第1ラウンド終了です。まずはこの1ラウンド、鶴谷選手はどういう風に見ていましたか。まあ、そうですね、オス選手が、まあ、下になって最初フロントちょっと決まったかなと思ったんですけど、渋谷選手がまあずっと上キープしてて、いやいや渋谷選手が有利かなという感じで見てます、はいはい。まあ、対するオチも下にはなっていても慌てず焦らずという印象ではありましたね。はい、でもまあそこからまあ何も攻めれてないので、まあ、次のラウンドちょっとアクション見せたいなというところありますね、はい。5分3ラウンドで行われますこの第7試合、続いては第2ラウンドです。第2ラウンドが始まりました。じりじり前に出ようというのは落ち、タックルに行ったのは渋谷。おお、また同じ展開ですかね。はい、ここもしっかりと上になっていく渋谷です。大内選手は一回ちょっとクロスガードに戻して立ちたいところですけど、はい、まあ、渋谷選手多分固めてくると思うんで、ここも、はい、1ラウンドの終盤と同じような格好になっていきますね、はい、そうですね。大内選手はまあそうですね、ガブラスもいいんで一回立って、はい、って感じですね。さあ首を持っているのは渋谷ですが、あ、この状態だと多分決まらないと思うので、はい、一回も渋谷選手は首外して、まあ、うん、ちょっと別の体勢取るかって感じですね、はい。落ちが上になりその首を持ってはいるんですが、渋谷和樹落ちの足に腰に足を当てている渋谷です。はい、そうですね、まあ、なかなか決まらないんで、まあ、次の状態、まあ、アームロック狙ったりとか、そうですね、はい、まあ、上になりたいですね、渋谷選手は、なるべく。大内選手はそこで、そうですね、殴って、はい、さっきのラウンドもずっと上取られてたんで、まあ、逆にこのラウンドは上取ってって感じですね。自分のラウンドだという印象を与えたいですね、はい、そうですね。さあしかし下から足で挟み込んでガードを渋谷、お、落ちのパンチは強烈です。そうですね、強烈なパンチが、はい、お、そうです、渋谷選手十字狙ってますね、はい。さあこのまま落ちの体を反転させることができれば、一回抜きました。必死に逃れようとしている渋谷。そうですね、一回まあひっくり返すか一回立つかしたいですね、はい。この状況だとどうしても下の状況だと、まあ、殴りづらいってもあるし、大津選手としては一回もうパスしたいところありますね。今はクロスでガードされています、はい。さあそれを逆に下から攻めようかという姿勢か渋谷。セコンドの声が飛んでおります。渋谷和樹、とにかくオチの方はまたいでというところですかね。はい、そうですね、腹に当てる。オチ選手は、まあ、とりあえずパスしていい位置キープしてから殴りたいですね、はい、本来なら。うん、腰に足を当てているのは渋谷和樹です。お、三角、下から攻める。どうですか、三角入りますかね。はい、
下から三角を狙っている渋谷和樹。そうですね、まあ、三角狙ってるんですけど、まあ、こう肘も入れてパンチも入れて、はい、かなりこれ嫌だと思うので、まあ、これでいいと思いますね。これで突きが出れば決めに行けばいいという。はい、そうですね。持ちはそうするとどのようにこれを展開していけばいいですか、ね。まあ、そうですね、まあ、とりあえず三角の体勢、まあ、まだ 入りきってないのでしっかり抜いて、はい、まあ、上からパウンドしたいところですけど、まあ、なかなか下から殴られてるとなかなか抜けにくいところもあるし、はい、おお、いいですね。おお、いい色。さあ、反撃となるか、オチハルを。おお、強烈な蹴りを見せましたが空振り。さあ、渋谷が立ち上がりました。キック。第2ラウンド終盤戦、次の展開はどうなるか。おお、また寝技ですね。はい、下になってクロス、渋谷。まあ、渋谷選手は自分から今、まあ、下になる形を取ったんで、まあ、多分相当自信があるっていうか、はい、この体勢確かに落ちもでは殴れるかというと難しいですよね。はい、そうですね。第2ラウンド終了です。両者が攻めてという印象ですが、第2ラウンドはどのように評価しますか。まあ、そうですね、まあ、打撃の展開はどちらもちょっと見れてないので、まあ、次のちょっと打撃の展開見てみたいというのはあるですね。はい、まあ、お話しあった通り渋谷は逆にこう自分が下になる引き込むような動きもありますので、はい、そのあたりに絶対の自信があってという話なんでしょうかね。そうですね、多分自信あるから引き込むんだと思うんですけど、まあ、でも落ち選手も全然寝技できる選手なので、はい、まあ、そこは次のラウンドどうなるかって。第2ラウンドで渋谷も三角を狙ってどうなるかという動きもありましたが、はい、それを踏まえての最終ラウンド、はい、両者どのように組み立てていくのか。最終の第3ラウンドです。お、いいですね。両者のパンチ、ボディ飛び込んでいったのはオチ。渋谷選手の方が多分リーチが長いと思うので、まあ、はい、離れた状態でちょこちょこ当てていけば、まあ、オチ選手のパンチが、うん、さあ飛び込んだところから投げようという渋谷ですが、オス選手は1回ここで耐えて、はい、まあ、パウンド打ちたいですね、バックからの、このカメの状態から、はい、しっかりバックを取り切りたいですね。はい、そうです。で、まあ、渋谷選手はこれ回って、まあ、足換かなんか狙おうとしてるんで、1回まあここは耐えてって感じですね。はい、そうですね、ここで殴りたいですね、オス選手は。はい、渋谷選手は足換狙ってますね。回転して足を取りに行く、そしてそのまま上になっていけるか渋谷。金網を背にして立ち上がろうというのはオチです。ゆっくりと立ち上がろうとするオチ。足をかける渋谷。体勢を入れ替えようというオチ、潰していく。いいですね。松選手はまあしっかりこうパスしたいですね。はい、こうハーフ持ってかれちゃうとちょっとまた厄介なんで。はい、ああ、クロスガード持ってかれちゃいます。こうなるとなかなか理想の攻めにはいけないんですよね。そうですね。だからまあ一回まあ割ってパスしたいところはあるんですけど、はい、まあ、なかなかできないのがあれなんで難しいんで。下になっていますが挟んでいる足で蹴っているのは渋谷。このあたりは下になっても渋谷もしっかり対処ができるという自信があるわけですね。はい、そうですね。大津選手は上になってるんで、はい、まあ、もうちょっと殴りたいですけど、ちょっと殴りが足んないって感じしますね。最終ラウンドということを考えると、はい、
ここはしっかり動いて攻めていきたいところですね。そうですね、まあ、ややちょっと寝技のコントロールは渋谷選手の方がちょっと上かなって感じするので、はい、オス選手はもうちょっとパンチを入れていきたいなって感じします。アームいけるという声も飛んでおります。セコンドから渋谷、オチのパンチ、もう少し体勢を良くしてパンチを落としたいですね。そうですね、まあ、足割れてるので、まあ、1回ベース作るなりしてちょっと潰したいですね、足を。うん、お互い時間ないんでもう少し展開作っていきたいなとはあるんですけど、はい、どうですかね。また渋谷にクロスガードされる前にというところですかね。はい、そうですね。渋谷選手としても下からまあ何もできてないので今のところ、はい、まあ、これだったら一回立って上になっちゃった方がいいのかなと、はい、第2ラウンドは下から三角をっていうのがあったので、もう一回それをという印象もあるんですかね。あ、そう、ちょっと狙ってる可能性もあるですね、はいはい、でもちょっとパスされかけてるので今ハーフになっちゃってるので、うん、はい、オス選手はまあこれもしかしたら肩固め狙ってるっていうか、まあ肩固めも全然入れる体勢なんで、はい、もしかしたら狙ってる可能性もありますね。さあ、ここ逃れていきたい渋谷、時間がなくなっていく。もう一攻めしたいですね。そうですね、はい、これ上から殴った方がいいかもしれないですけど、はい、もうここから展開あるとしたらそのぐらいなんで、うん、このちょっとこう潰れている体勢ではありますけれども、はい、そうですね、どんどん行った方がいいです、ね、はい、逆に渋谷選手も立ってパン打撃行った方がいいかもしれないですけど、はい、どうですか。さあ、最後攻め切れるか、落ちそうはさせまいという渋谷。ここで試合終了のゴング、3ラウンドの戦いが終わりました。この3ラウンドはどのように見ていましたか。まあ、そうですね、基本的に2人とも、まあ、寝技の選手というか、まあ、寝技ベースの選手で、まあ、お互いいいところを譲らないというか、はいはい、まあ、その上手さが評価されたというか、はい、そう、渋谷も下になってもそうですし、落ちもそうですよね、はい、1ラウンドで下になってのがありましたけれど、はい、冷静さは失わずという戦いを続けました。両者判定前に健闘を称え合っています。さあ、判定です。ジャッジ投票が29対28、赤落ち、1人目落ち、29対28、赤落ち、2人目も落ち、29対28、赤落ち、3対0を勝ち、勝者、落ち、判定3対0で落ち、春男が制しています。会場には落ちのタオルを掲げる応援団の皆さんもいらっしゃいます。その拍手の応援にしっかりと応えた落ち。さあ、この勝因、この別れ目、どういったところだと思いますか。まあ、そうですね、まあ、ちょっと渋谷選手はちょっと上からのパワーだったが少なかったかなって気するとして、まあ、オチ選手はまあ上からまあちょっとコントロールされてたところあったんですけど、はい、まあ、強引でもパンチ当ててたんで、まあ、そこは勝因かなと、はい、思います。よく難しいと言って話に上がるのが、下から攻めが得意な選手はその体勢になってしまうのが逆に難しいというのが聞きますね。はい、これで1年ぶりの復帰戦となりました。越智晴生、フライ級でもこの復帰戦ということになりました。タイトルを手にした後2度防衛をしましたが、川原並木のリベンジを相まして王座陥落。フライ級でこの1年ぶりの復帰戦制しました越智晴生。ここからまた戦いの道が続いていきます。